はい、どうもどうもです。個人チャンネル、ブリタンで検索お願いします。ようこそ。すべての家具を取られてしまった、見るも無残な個人チャンネル部屋からお送りしております。このままではいけないということで、本日の動画は、うざいカーテン設置してみたではなく、この部屋を整えようっていうやつよりももっと先にやらなければならないことがありまして、3月1日に第1子を授かったというね、報告をさせていただいたんですけど、そこからなんと、早2ヶ月ほど、気づいたらね、多分あっという間に僕の子供はこの家で過ごすことになるんじゃないかなと思いまして、この家の一番の問題で何かなって思ったんですけど、僕はね、服にあまりにも興味がなくて、適当に買って、適当にもらって、適当に着て、もうそのまま捨てずに、みたいなね、そんな感じでどんどん着ない服が積もりに積もっていくということで、今回は僕の洋服大断捨離を行いたいと思います。この家にある僕の服を全部ここに一回積みます。そしたらそこから今回は3つにちょっと仕分けしようかなと思っております。1個目はいるもの、今後も普通に着るものたち。そして2個目は捨てるもの、もう完全にいらないねっていう人たちね。そしてもう着ないと思うんだけど、でも捨てるのはもったいないというか、もしかしたら欲しい人もいるんじゃないのみたいなね、そういう枠を作りまして、その3つ目の枠になった服はなんとヤフーオークション出品します。やらしいなとか思わないでくださいね。捨てるよりかは服も喜ぶ。そして欲しい人が普通に欲しいと思って買ってくれるんだったら一番いいんじゃないかなということで、今回こういうのをやろうと思いました。ちょっと僕には値段の付けようもないみたいなものもあったりするので、いっそのこと悩むのやめようと思いまして、もうすべて1円スタートで出品したいと思います。なので1円で売れようが、100万で売れようが、僕の知ったこっちゃございません。まあ、メインとしては服の断捨離の方をやっていきたいなと思います。マジで僕服の管理がね、ずさ中のずさんで、数年ぶりに見るものとかもあるのかもしれないし、一度全てを頭に入れて整理し直したいと思います。それでは大服大断捨離やっていきたいと思います。まずはここに出すということで、もうここ早送りですね、本当にね。なんでお前だけここに生き残ってる？他のもの全て転居したのにお前だけいるのはおかしいだろ。ルーシャンス、うん、オッケー。いや、シャンブルスできるんだったら服全部それで一気にできるけどね。うわ、もはやそれでもいいな。早送りとかいらないか。めんどくさいし。そうしよう。ルーシャンブルス。移動しました。はい。ということで、この家の服のほぼほぼのものを持ってきました。結構やべえ量。てか、これ仕分け場所なくなっちゃった。ここで仕分けしようとしたらもう無理じゃん。はぁ、こっから仕分けだ。早速やっていきましょう。まずは確定捨てから出していこうかな。どかしながら捨てだけ減らして、傘をまず減らすっていう作戦でいきたいと思います。で、さっきね、ヤフオクで出すって言ったんですけど、ちゃんとクリーニングとかもする予定なんでね、もう今は一旦こういうガーッっていう感じになってますけど、安心してください。あとね、あれなんですよ、こういう風に活動してるものの特有の悩みですけど、いろいろなお友達やら企業様やらいただき物がとにかく多いということでね、全部が全部これは捨てます、これはいりますってね言ってたらもうやってらんないので、スーッとここからいなくなる者たちもねいたりしますけど、まあそれが結果的に残ったのか残らなかったのかはあまり考えないようにしてください。やっていこう。まずこのハンガーにかかってるらへんの者たちは、いるかいらないかは置いといて、ちょっと高価めな者たちだったんで一旦どかします。うわっ、減らしやすいのは T シャツなんだけど、 T シャツぞバカにしてんのか。わかりやすいですね、これ一発目。ポケモンゲッタ、なんだ俺が買ったのかな、これ知ってる、これおめえんかい。なんであるんだよ、ここに。このパターンも多いんですよ。知り合いが勝手に着てくパターン、勝手に置いてくパターンとかも絶対あるから。マジ、この動画見て、あ、俺のやつ捨てられてんじゃんって思ってる。お前、知らんからな。あ、ドラゴンズと東海オンエアとのコラボで、哲也。これはいるよね。こんなもん、こっち。ほんとに。さっきね、言いましたね。有名な方々とかね。そういう方からいただくっていう、こういうものは、捨ててんのか捨ててないのかわからないけど、一旦画面外に行きます。その後どうなったかは知りません。これもそうですね。水溜りボンドって書いてあってね。本当にマジで残すものも、残さないものも、すべからく画面外に出していくことによって、何もかもがわからなくなっていくというね、ニアリーイコールジョイの、ファーストコンサートの T シャツ。これはいるね。こういうこと言っとっちゃいかんのね。すべからく出せっつってんだよ。ドラゴンズとか、ニアジョイとか、名前のあるの全部無効出します。カットするところで、いるいらないって言います。もう投げてくから、画面外でプンって言ったやつの指示に従って、ちょっとそっち仕分けてください。はい。ドラゴンズね。水溜りのやつ。本当に？
悪いってば。もうどんどんやっていきます。すごい東海オンエアのマジな初期ロットの T シャツ、これ今僕が着てるの復刻版なんでタグがねちゃんとしたやつなんですけど、これは本当に初代2013年とかに作ったやつですね。多分世の中に200枚ぐらいしかないんじゃないかな。これはいる。なんだろうこれ、怖いの。適当に言って誰かのじゃんってなったら、さらば青春の日さらば青春のやつやってこれこれ兄ちゃんのだわ。危な、知らないわけだ。そろそろなんか一個見たいなっていうものないですか。あ、しっかり見えてるのありました。こちらですね。じゃじゃん。いきなりふざけんなって感じですけど、コムデギャルソンジャケットなんですけど、これはマジで一度も使ってないです。イベントできたら映えるかなって思いつつも、そんな機会もあんまなく、私服で着るタイミングもなく、これは出します。いくらだったかなこれ。タグに値段書いてあります。さあ、僕の一度も着てない5、6年前とかに買ったこちらのジャケット、一体おいくらか。じゃん、税込み293,700円。ぜひこれの魂をもう一度輝かせてあげれる方、入札お願いします。これも1円スタート。ちょっと売り連続になっちゃうけど、ここにあるんで紹介しますか。こちらメインチャンネルで紹介した尖った服買ってくる対決みたいな、なんかそんなあった気がするんですけど、それで買ったジャケットと、あとこちらのズボンですねとセットの帽子、これはもう3点セットでしょ。これ全部セットで売っちゃいたいと思います。今のギャルソンの服なんですけど、 T シャツもその時に買って、 T シャツは僕気に入ってたんですけど、なんか消え去っちゃったんですけど、 T シャツ含めて全身で約80万だったらしいです。そっから T シャツと靴がなくなってるんで、わかんないけど60万前後とかなのかな。この3点セットも1円で出品します。じゃんじゃん持ってけ持ってけ。もう次行きましょう。これは絶対残し、これ僕が動画でどんだけ着たか。これドルガマですね。もうずーっと冬に愛用してますね。こういうの残せばいいんだ、わかったぞ。来ました、ヘビロテ服。これもドルガバの黒いパーカーなんですけど、生地がめっちゃ好きで、これ絶対捨てないもんこれ。ってなると、ヒステリックグラマーの謎のパーカー、これ僕ねたまに着るんですけど、マジで買った覚えないし、本当になんでこれがあるかわかんない。これ魚着のっすね。あ、そう、魚着のだって。流れがもし優しさがあるんだったら魚着に渡してあげて任せます。あとは来ました、ヘビロテ服。こちらもドルガバ、ドルガバばっかり。これも結構長いかな、もう何年も着てる気がしますね。確定残し、これも確定残しですね。これも新婚旅行で散々着たね、思い出の品でございますね。あ、これも残し確定、ドルガバのジャケットのパンダ版ですね。ただのパンダかと思ったら呪術廻戦コラボだったんですけど、あんまり僕は読んでないんでわからないんですけど、パンダなんで好き。これはちょっとね、知り合い系なんですけど、ちょっと言わせてください。験担ぎで、これ着てたらお金が舞い込む気がして、案件では割とこれ着るようにしてるんで、これはいる。なんで2個あんのもう。まあ、こちらもね、お知り合いの大切な商品なのでね、丸も×も言わずに向こうに投げます。いらない。あ、レアティー来ました。どこでも虫眼鏡の T シャツ。これはもうね、ヴィンテージのアイテムなんで、これ絶対残し。多分これ系のシリーズなんですけど、ドンキに売ってるダサハーパンシリーズ。これはめっちゃいいんですけど、その時に調子乗って何種類か買ったんですよ。今見ると全然ダメだね、これ。こいつ何なんだろう、このカリスマ性。タイで買ったお気に入りの、リッチジャパン金持ちの T シャツ。これは結構大好き。はい、これはいる。ちょっと待って、やばい、ここに半端ない今。気づいたら T シャツ連動してたらやばいことだった。ちょっとこれ休憩しよう、さすがに。今一旦ここの山がなくなりました。ここまであったんですけど、これ結構すごいことよ。ここに半端ないで一回休憩します。さてと、こっち行くか。あ、出ました、この俺のレジェンド半ズボン、スパンコール付きの。これもギャルソンですね。ギャルソンばっか。こちらは知り合いの方にいただいた大谷のユニフォームですね。これはいるよ。もう一枚服ありました、そういえば。何ですか？ちょっとこれ剥がしてください。これずっとなんかベッドの横にあったやつだ。服には見えませんけどね、これ。じゃじゃーん。ん？とんでもないやつやんけ、これ。マジでベッドの横にあるこれなんだっけなーってずっと思いながら。こういうの多いよね、ほんとに俺。見たからに 100% 飾り。あぶねえ。あ、来ました、ギャルソンのジャケットなんですけど、モフモフの生地の上から黒い塗料をベタ塗りしたみたいな不思議な服で、結構お気に入りなんですよ。昔からタツ兄がそれ本当にくれないって言ってて、俺が飽きたらあげるけど俺全然これ飽きんよって言ってたんですよ。ちょうど飽きたな、これ。タツ兄これ飽きたわ。もう俺はこれ着切った気がする。満足しました、出品します。おーい、
これオークションで勝ち取ればあなたのものになりますよ。よかったよかった。最初はね、さすがにタダで譲るかなと思ってたけど、まあ1円だけね、いただこうかなと思います。優しいね俺。約11万円ぐらい。あ、11万。はい、そんな感じのジャケットでした。さあ、僕のですね、数少ないズボンコーナーがやってきました。上着で攻めるの好きなんですけど、下はなんかね、あんま攻めたもの買う気にならないっていう癖があって、ずーっとあの GU の同じ黒いスウェット着続けるっていう良くない癖があるんで、それを払拭するためにも今の僕の下半身の在庫を確認したいなと思うんですけど、アミリのスキニー、スキニーはもう二度とやめようと思う。まあ別に1円でもいいかな。出品します。アミリのスキニーいたします。こちらヒステリックグラマーの稲葉さん生活を教えた時の白いパンツですね。絶対に履かない。稲葉さん生活の徹夜が大好きな方はぜひ手に入れてください。1円出品。まあ、それで言うとこれもかも。母の日のハル君に協力して一緒に買いに行った、これもマルジェラか。これも出します。はい、ドルガバのダメージジーンズ。俺がクロムハーツめちゃくちゃつけてた時期にめっちゃ履いてたやつ。どれだけの知らん女の汗が染み込んでるかわからん。1円でどうぞ。打って変わって清純な俺が着ていたルイ・ヴィトンの普通のデニム、これは残し。こちらもヴィトンのデニムなんですけど、裾直ししないととても履けないってやつで、めんどくさくてしてないやつ。これは裾直しを普通にしてます。大体のパンツはこれで終わりました。いかに少ないかが終わりますね。これ結構散々着てたヴィトンの T シャツなんですけど、めっちゃ飽きたわ。1円でもいいんで、よかったら出品。これちょっとお気に入りのノーアングリーマンっていうね、ふぬけたトレーナーなんですけど、ノーアングリーマン出品すると思う？ここまで散々ブランド系だったけど、出品するか。ノーアングリーマン出品。これはトリニダードトバコみたいな柄のトレーナーなんですけど、間違いなく動画でも何回も着てちょっと思い出もあって、夢丸がくれたんだっけな、なんだっけこれ。でも自分で買った記憶もないしな。もう着ないかな、出品。マジでこれ夢丸からもらったんだとしたら失礼なのかもしれないけど、もう俺が覚えてない時点でもうそれは仕方ないので出品。こちらマルニのオレンジ色のパーカー、これはね、リョウがタンプレでくれました。リョウは毎回タンプレで僕に服をくれるんですけど、この時はアナルの拙者パーカーですね。これは残し。鬼滅にハマってる時にチャンピオンで見つけたただの炭治郎みたいな上着ね。これも動画で散々着たんですけど、やっぱ良くないよね。良くないよねって言うとすっごい失礼ですけど、どっちかに振り切りたいですよね。めっちゃ変な服着るか普通にかっこいいの着るかっていうね。出品しない。よいしょ。うわ、なくなりました。結構じゃない？今どう？五分五分。まあ仕方ないね。ちょっと YouTuber という性質上そこはね、許していただきたい。あー、こっち行くか。よーし、やってくぜ。ドルガバのジャケット。おー、これもいる。ヴィトンのジャケット。これもいる。あー、これね。魔法省のローブなんですね。なんか衣装は衣装で別枠で残してもいいのかな。なんと俺が YouTuber のおかげでこいつは生き残ることができました。俺もさっき出品しようとしたマルジェラのデニムと一緒に買った母の日で使ったジャケット。出品。女の子が着れるような服もあるといいですね。あ、ちょうどいいのが見えますよこれ。こちらですね、ギャルソンのちょっとした羽織なんですけど、あんま男女関係なく着れるんじゃないかな。結構薄手ではあるんですけど、温度調整も全然効くし、フードもついてて。ちょっとポケットはないんですけど、女の子のために出品。こういう服は全部出すときに、ショートの方でまとめて情報を出そうかなと思うんで、そのときに改めて着て、サイズ感とかを見せようと思うんでね、そっちの方でちゃんと見てもらえれば。あれ？これが母の日だ。さっき？うん、これ着てるわ。それ何？でも何かで着たことはあるんだよな。あー、イケメン化計画だ。事務所の方におすすめしていただいた、トゥモローランドという服屋さんで購入した、徹夜イケメン化計画の時のジャケットでした。なんなら情報の付加価値で言うとちょっと上がったのでは。あとですね、今気づきましたけど、ここに染めた後の髪の毛から滲み出したオレンジ色のシミがありますね。明らかに俺が着たなってわかる。ということで、こちらが正真正銘の母の日の時のジャケット。しかもやっぱりマルジェラでしたわ。ドルガバのシャツなんですけど、この薄いデニムの色あんま好きじゃないんですよね。まあドルガバのシャツだし、マジで全然着てはいないので、せっかくなんで出品。そして、お、出ました、無地の白 T 加工選手権で僕が友達のベッチと作った世界一つの T シャツ。これ熱いんじゃない？これはなんかレジェンド残しか出品か二択だけど、あれ、これってミュージアムに出したっけ？なんかミュージアムにあるぐらいのものを出品するのはちょっと悩むけどね。これ高岡さんに聞いてみよう。もう一回乗ることないですよねこれ。はい、出品。結構
構こだわり抜いた透明、レザー、アルミホイル、自分で染めたピンクと灰色と残してある白とチャックとかね。あ、出ました、これさっき出品するって言った T シャツと同じ柄のシャツ、ヴィトンのこちらのシャツ出品。これ全部1円とかだったら俺結構しょげるけどな。今総額いくらぐらいなんだろう。150前後ぐらいか。まあ言ってそうですね。今んとこの目標どんぐらい？いやらしくないよ。いやらしくないようには10万はいくかな、全部で。みんなが見てない前提で言うと、うん、10万いかんわけない。今150万ぐらいとしたら80万やめやめやめ。あ、こちらもですね、ギャルソンのシャツ、デザインがめっちゃ好きで買ったんですけど、ここ編み編みになってて中がね、こういう、なんとこいつの唯一の欠点、俺には小さかった。それだけ。出品します。それに似たような服ありましたよね。あ、これね。いや、もう一個ありますよ、もう一個。あ、もう一個は、あ、これじゃない。これこれこれ、ギャルソンこんなばっかだから、マジで。あ、なんかやばい、こっからちょっと出品ゾーンかもしんない。これ何かの衣装を買い取ったんだよね。ヘロンプレスト、長めのシャカシャカ系の上着なんですけど、あれかな、天才の根源のお渡し会の衣装かな。あ、いいやんと思って衣装さんにお願いして買ったんですけど、着てないってやつですね。値段書いてんのよ。15万すんじゃん。マジこれ、俺15万の服衣装さんからすんって買ったってこと。15万の服をサクッと1円で出品します。こういうね、ファンの方も知ってて目の前で見たりしたことがある服を出品できるってのはもう一番理想のパターンですね。そんな理想のパターンに最も遠い服がこちらになります。じゃじゃん、なんか奇抜でええやんけっつって買ってマジで一度も着なかったやつ。こういうね、なんかちょっとマントがついてるみたいな感じなんですけど、シンプルにここの辺の首詰まってる感じがあんまり好きじゃないというか。これみーちゃん着てたよね。みーちゃん着てたっけ。みーちゃんがいるって言ったらあげるし、いらないって言ったら出品。ちなみにそれ値段書いてない。5万円です。続いてドルガバのベスト、ここになんかマットブラックのゴツめのチェーンがついてるっていうやつで、みーちゃんと一緒に買ったんですけど、なんかね、いいじゃんいいじゃんって言われたんだけど、俺はそんなに帰ってきてみたらしっくりこなくてあんま使わなかったっていう。出品。出ました、ついにこのゾーン。例のズボンでございますね。ドンキで買ったただのダサズボンなんですけど、今や販売しておらず非常にレアな作品なんですが、見つけるたんびに買ってたんですけど、なんかね、多分知り合いに貸したりとかなんやかんやで減ってっちゃって、1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚あったわ。別に全然ありました。ちゃんと野球1チームできるぐらいの数はありました。これはちょっと捨てないね。あればあるだけいいから、こんなの。あー、すげー楽だった。達成感すごい。ただ日は暮れたし、まだ残ってるね。しかも動画的には多分ここの方が面白いんだろうなっていうね。やりますよ、ちゃんと。ここもやりますからね。ただ休憩はしますよ。いよいよ残すところあとハンガーラックだけになりました。もう先に画面外系を出していこう。暴れん坊チキンのパーカー、ジャンダラリンのトレーナー、ビオラさんのグッズのパーカー、みーちゃんの卒コングッズ、ジャンダラリンのトレーナー、バンバトレーナー、ロクステのパーカー、嵐のパーカー、シバッハパーカー、またジャンダラリン同じやつ。いや、こっちのやつさ、もらったの排除しただけでこれになるのやばくない？スカスカじゃん。もうどれだけもらい物多いの。はい、ということでこちらの棚がなくなりました。ラストこっち。あんたのや、あんたの作ったもんや。流れパーカーです。背中はハイブランド。残すよ。ハイブランド好きって言ってたから。ハイブランドだからね。あ、 FR2 のパーカー、これはね、もう着まくったからこそあえて捨てていこうと思うんです。いただきものです。いただきものでした。画面外でどちらかにしておきます。ラルフ・ローレンのカーディガン、今一回着てみてええやんってなるかどうか判断。まあ、この服装でええやんってなるはずもないんだけど。ガタイが良くなったね。昔だったらもうちょっと似合いそうなもんだけど。ラルフ・ローレンのカーディガンなかなかじゃない。出品。テーラーメイド、こちらもいただき物ですね。タツニールです。おーいただいたわけじゃなかったわ。はい、激ヘビオテルイ・ヴィトンのパーカー、これはもういる。究極にいただき物ですね。これはシンプルに日の目浴びるよね、いつかね。これはまた徹夜衣装買っちゃったシリーズ、グレーゾーンアイランドで僕が着ていた衣装なんですけど、サイズ感と色が好きだったんで普通に買ったやつですね。
柴田のです。柴田の忘れ物なんですけど、マジ何年前のってやつだよね。渡そうとしてみるか。あ、出ました、こちらギャルソン腕スカスカジャケット。普通の服のとこに袖通してもいいし、はい、個人的に好きなスタイルはこのスカスカに袖通して、こっちの本当の袖には通さないこのスタイルが一番好きなんですけど、これはね非常に思い出深いですね。としみつが兄ちゃんとこの写真展で知り合って誘ってもらってね、直前にちょっと暇すぎてギャルソンに行ってこの服買って、初めてそのファンとしてじゃなく知り合いの紹介で初めてこうみーちゃんと会った時に着てた服っていうね、思い出の服。憧れのアイドルと会う時に直前にこの服買って会いに行くのどうなんですかね。絶対に間違ってるけど、これはマジで着ないけどちょっと残したいっていう謎の枠ですね。これって寮からもらったダウンかな。これもめちゃくちゃあったかくて着てたんだけど、今年の冬はなんか知らんけどあんまり目に入らなくて着損ねたっていう。これはマジで便利。水たまりオンエアのブルゾンですかね。水たまりオンエアって入ってるやつ。これもねもう二度と手に入らないやつですからね。これはブックオフで野球券のガチ勢になるっていう動画のやつで買った。まあ値段的にもマジで1円でいいんですけど、欲しかったらどうぞ枠出品。え大丈夫、何しょ、これあれ万引きした商品についてるこの鳴るやつだよねこれ。いや間違いなくちゃんとねお店の許可得て撮影して支払いも終わってるんですけど、なんとかしてから出します。そして最後こちらも寮からもらったパーカー。寮からもらった服いっぱいあんな。これもねお気に入りでよく動画で着たりしてるんで、それも残しということで全ての断捨離が終わりました。とにかくいただき物が多かったっていうのがね素直な感想ですね。すごくありがたいことなんですけど、どん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 もらうとねどうしても圧迫されちゃうので、そこの管理が一番重要なのかなってことに気づきました。今廊下には仕分けた服がパンパンになってるんですけど、もう最後にちょっと出品リストだけお見せしようかな。はい、こちらが出品するものリストでございます。こっちからも一応ねチラッと見せておきましょう。これと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 帽子のセットとこれ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 でございます。21点。こちらを同時かは分かりませんが、どっかのタイミングでヤフオクの方に出したいと思います。すでにアカウントを作ってあります。概要欄をご覧ください。そちらの方で出品させていただきます。こちらの商品を出品する際にはですね、ショート動画の方で改めて着てみたりとかして紹介の方もねさせていただこうかなと思いますので、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。チャンネル登録ありがとうございました。そしてオークションの入札も本当にありがとうございました。また次回の動画のご視聴も本当にありがとうございました。ありがとうございました。すいません、忘れてました。こちらのカーディガンもです。22点。